対馬というと太古の昔からそのままの風景が残っている島になります。実際自然豊かでありますし、食べ物ももちろん美味しい場所です。対馬は日本の中では一番西の端にあって、韓国と最も近い島です。対馬の海ごみ問題についてなんですけど、非常に深刻な問題になってます。季節風によって海の方で漂っている、大量のゴミが流れ着いているという現状があります。一般社団法人対馬カッパの末永と申します。主な活動内容は海岸漂着物、海ごみ問題を解決するために普及啓発活動で、実際に海岸清掃等を行っている会社になります。一番初めにやってきたのは海岸清掃というボランティアの活動です。ただし海岸を清掃したとしても、また再漂流しているものが漂着して、繰り返し繰り返し改善できない状態でした。対馬市 SDGs 推進室の前田剛と申します。14年前に対馬市役所に転職をしました。対馬の環境を守るために社会や経済の側面からアプローチして環境の問題を解決していこうということを今まで取り組んできています。その代表例として世界的な問題となっている海洋プラスチックごみをリサイクルしながら、新たな所得や経済に結びつけていこうということを主に取り組んでいます。対馬は豊かな水産資源や美しい海の風景がある一方で、日本で最も海洋プラスチックごみが流れ着く島であるというふうに言われています。この対馬を含む海域は世界の中でも国際的に見てもたくさんの海洋プラスチックが集中するホットスポットとしても知られています。推定でいきますと約2万から3万立方メートルの量です。今約毎年2億8000万円の予算を投じて回収して処理をしていますけれども、2万から3万立方メートルの量に対して回収できている量は年間約8000立方メートルです。私は9歳と6歳の子供がいますけども、我々が小さい頃にやっぱり味わった美しい、海、そういった海で、無邪気に遊んだり、そういったことが今はできないですね。私の娘、息子を海岸に連れて行って海で遊ばせますけども、大量のゴミ、大量のマイクロプラスチックの中でしか今子供たちが海で遊ぶことができない、そういった現実があるわけで、我々が目指すところはゴミがない、海ゴミがない、ゴミゼロの世界、ゼロウェイストの世界を目指したいなと思っています。そのためにはただ拾ってリサイクルしてっていうことだけでは根本的な解決にはならないんですね。やはりゴミがなぜ出るか、それは経済とか社会の問題がつながっている、それから海というものは世界全てつながっているわけですね。日本だけで解決できる問題ではない、むしろ対馬に流れ着いてくるゴミというのは韓国、中国、台湾、東南アジア、いろんな国から流れ着くものです。それがなぜ流れ着くのか、それはただ単にその国で意図的に捨てられたものだけではなくて、近年の気候変動で台風が大型化したり大雨が激しくなって海にあふれ出る、それが海流に乗って対馬に流れ着きますから、ただ単にそういった国の問題だけではなくて地球規模の気候変動の問題にも目を向けないといけない、そういったさまざまなアプローチでこの海洋プラスチックごみは問題の解決に取り組んでいく必要があります。ですから国を超えて、それから都市部の方々も一つ一つ身の回りから
環境や人権に意識をしながら物を取って、その物を大切にして、物を捨てない、物を大事にする、そういった一つ一つの心がけが行われることで、未来この美しい対馬の海を取り戻せるのかなというふうに思っています。僕たちで解決ができると確信をしてはいけない。長く継続してそれをつないでいくということが一番大事だと思っています。むしろ僕たちで解決できないとしても、その次の世代、またその次の世代に美しい地球に住み続けてもらいたいという気持ちで、この活動をつなげていきたいというふうに思っています。